玉川大学教職大学院教授堀田達也先生のご講演です演題は教科学習の中での情報活用能力の育成です本校はパナソニック教育財団の特別研究指定校として情報活用能力の育成を掲げ2年間研究をしてまいりました 本校が取り組んできたことはそれだけではもちろんありませんしえ従いまして加藤先生が今お話しいただいたような習得と活用とか評価とかですね、えー、まあいわゆる、えー、算数科における ICT 活用とかですねさまざまな観点から、えー、非常に多角的な取り組みをしてきているわけですが、えー、パナソニック教育財団の特別研究指定校の助言者としての私の立場から申し上げれば えー、本校が取り組んできたこの部分の、えー、お話を、えー、今日皆さんに、えー、一教小学校の取り組みとして、まあ、解説するお役目がございます。えー、そういういい観点からお話をさせていただくことになりますでそもそもよくわからない一つの理由はこの情報活用能力っていうのは何なのかということにあります。 まあなんとなくわかりますよね情報を活用する能力でも情報ってそもそも何なのかとか活用ってのはコンピューターを活用することなのかとかですね、えー、なんかそういうようなことがちょっと分かりにくいのでちょっとと一般論からえ入ろうと思います <laughs> そもそも私たちは人と人でまあコミュニケーションをしますね、えー、その時に誰かと例えばお話をするとか、えー、そういうことはまあ情報の交換というふうに言うことができると思います この図でいうと発信者と受信者というのがいてこれは時々入れ替わるわけですね僕が発信している場合もあるし相手が発信している場合もある相手が発信しているときは僕は受信をしているわけですこういうのをま交流でお互いに高め合わなければならないということを加藤先生はおっしゃったわけです えー、その、えー、青いものを情報ですねで発信者と受信者があるという前提で、まあ、これが基本形なわけですけれどもそこでやり取りされている青いものが情報ということになります、えー、ですから、えー、基本的に情報っていうのは言葉ですね、えー、日本人の場合は日本語で情報を提供し情報を理解し情報を発信します,です、ねえー、とフランス人はフランス語でやるわけです、えー、となると 相手にうまく伝わららないことか例えば、えー、日本語がわからない人に情報をはあの伝えようと思うとそれは途端に難しくな,るわけです、ねえー、なので例えば英語が必要だとかグローバル社会だからとかいう話にまあなるわけですけども、えー、情報の観点から言えば、えー、そういう話し言葉の一致みたいなことがまあ何より必要になるしそれだけではない例えば表情とか、えー、ジェスチャーとか。 そういうい言葉ではない、まあ、非言語とか言いますけど、まあ、そういうような情報の伝わり方もあって、まあ、考えてみれば相手の表情とかで僕らはいろいろ分かったりしますしさらには文脈でいろんなことが分かったりします例えばたくさんの荷物を持った人がやってきてドアが閉まってると近くにいる人は何も言われてないのにドアを開けると思うんですねそういう配慮ができるのは私たちは文脈で情報を理解するからだと。 しいいまして今青いところのやり取りを最初に、まあ、基本的には言葉だと僕は言いましたけど言葉以外のさまざまなものを私たちは発信し受信し、えー、そのやり取りでお互いコミュニケーションをしているというわけです。で今右上に「例と書きましたけどなかなか意図が伝わらないということがあります、えー。意図をうまく伝えようとしてもその通りにいかないとかですね行き違うとか、まあ、子どもたちの中にはよくあります。 大人でもありますえさらに意図は伝わったとしても受け取る方の考え方を変えるに至らないことは当然ありますし変えなくてもいいことももちろんあります。えー、今書きましたが行き違うことがあるとか受け取り方は自由だという、まあ、基本的な姿勢というのがコミュニケーションにはあります。まずこれををえたた上で私たちは情報を受け取るときに ま受信者として考えたときにいいですけど、人から情報を受け取るということだけではありません。例えば本を読むとかですね、ネットを見るとかいうのはこういう形です。ここでいう本やネットっていうのはまメディアというふうに一般的には言いますが、そのメディアから来た情報を私たちは読む、聞く、見るわけですね。 えこれはつまりメディアからの情報をちゃんと読解できるかということがまあ重要になります。でも一応押さえておきますけどそこのメディアの中に書かれている情報の多くはおそらくは文章であり、まあ、時々写真でありたまに動画であるということですね。そそしてそれは昔はは昔雑誌とととかかか新聞が多かったのに比べると今は動画とか えそういうものにだんだん変わってきてるし情報量も増えてるしえさらには矢継ぎ早にさまざまな方面から情報がやってくる時代になってきてるので私たちは受信力を高めななけければいけないアンテナを高くするとかどれが本当でどれがそうではないかとかどれが自分に必要でどれがそうではないかとかあるいはそんなことは簡単に鵜呑みにしないとか。 冷静に判断するとかそういうようなことが受信者として必要になる時代になってきたということになりますこのメディアに書かれている情報発信されている情報は誰かが発信したからメディアに書かれているわけですよねと考えるとこのこっちの立場というのがあります私たちはメディアの発信者になるときがあります例えばデジカメで何かを取ってくるというのは えー、その撮った写真をウェブに載せたりするとあるいはプレゼンしたりすると私たちはそれは発信者としてメディアを使って誰かに伝えようということになりますトで僕は今そういう意味で、えー、昔はですよこれまた本を書く人はある程度有名な人だったし新聞に載る人もある程度有名人だったし。 えそういうものを書く人はほとんど何らかの専門的な教育を受けた人が情報発信者になってましたけど今ではブログもツイッターもですね子どもたちがよくやってる LINE もさまざまな情報ツールがあまりに身近になりえどうでもいいようなしかも専門的な訓練を受けてないような人たちが日常的にえありとあらゆる情報をダダダダと発信してしまってるわけですね。 しかしそれだけでは本当をうまく相手に伝わらないので相手に伝わる書き方とか相手に伝わる話し方とか相手に伝わる写真の撮り方とか相手に伝わる情報の構成の仕方、組み合わせの仕方みたいなことが以前ににして重要になってきてきいるわけです。<laughs> まあなので情報の発信者としての教育っていうのがまあ必要になってきているそういう時代だとで。一応押さえておきますけどそうやって発信された情報を受け取るわけで。 発信者が多様になった分、情報の受け手としては冷静さがさがらにに必要になる、ね。情報の量が多くなりえ必ずしも精度の高い情報ばかりとは限らなくなるからです、ね、であるいはえ情報の発信者として立派な人をたくさん育てるということはクオリティの高い情報が中心の世の中を作るということでもありです、ね、え日常的にあなんか例えば嘘ばっかり 発信しちゃう人なんかがいなくなるような教育っていうのはとても大事ですよね。それじゃないと例えば爆破するぞみたいなことを、えー、何でしょうあの非常に好奇心だけで発信しちゃう人とかいますよね。殺人予告とかいっぱいいますよね。まあ、最終的に逮捕されますけどそのためにコストがいっぱい使われてますよね。それは私たちの税金です。だから情報社会といいうううのはそういう意味で えー、情報社会をより安全でよりいいものにするために必要な教育というふうにも捉えることができます。まあ、なので情報発信者と情報受信者の間にメディアが挟まって、まあ、そもそもメディアっていうのはミディアムっていう用語から来てますから真ん中にある媒介するものっていう意味なんですけども、まあ、そういうふうになっていてそして発信した情報が全部相手に伝わるわけじゃないのでこの太さみたいなのが少し変わるわけですね。全ては伝わりません そ,そうですよね僕今日あのお時間少しいただいてますけど僕の考えてることが全て話せるわけではありません皆さん全て聞きたいですかちょっと1週間ぐらいかかりますけどとか言うとちょっと大変ですねそもそも1週間で話せるのかっていう話になります <laughs> まあなので所詮全ては発信できないし発信したことが全て伝わるわけではないある意味散逸するということになります。 でそれをちょっと表現ししてみましたけど例えば色が薄くなってしまうとか違う色のように伝わってしまうとかその人には届かないとかそういうようなことが起こる起こるもんだとして受信者は冷静に相手の発信されて,してる情報を見なきゃいけないし発信者の意図みたいなのを考えてメディアを見るっていうことが重要な時代になってます。え発信者の方は相手手に必ずしも上手に うまく伝えようと思っても伝わらないということを前提にさらによりよく伝えるにはどうすればいいかということを考えるということになります。でこういうことを考えた時に教科の学習というのがいかに基礎基本としてベースになっているかというのはよくお分かりになるんじゃないでしょうか。今話したここととの多くは国語科でで学ぶことであります情報をどうやって読み取るかとかいうことは社会科でもやるし算数でもやります。 論理的に相手に伝わるようにどうするかっていうような訓練は論理の訓練はもちろん算数でもやりますし、えー、と相手に分かるようにレポートを書くみたいなのは、えー、書き方としては国語ですけど場面としては社会科や理科で何とか新聞を書くとか何とかレポートを書くっていうような場面として、まあ、今フーで言うと言語活動の充実として提供されています。 さっきも言った言葉ですよ情報っていうのは言葉ですよって言ったのは言語活動の充実というのは相手にどういう風に情報をうまく伝えるか相手の情報をどれだけたくさん読んで正確に理解するかという学習だという風にも捉えることができますまあ、なのでまとめるとこういうことになります私たちは情報の発信者になったり受信者になったりするのでそれぞれの立場の教育場合によっては訓練が必要になり そこに挟まるメディアは、まあ、昔ながらで言うと新聞今風に言うとインターネットや携帯のようなものが入ってくるもちろんマスメディアであるテレビとかも当然あります最近あまり聞かないですけどラジオとかも、えー、例えば震災の時には役に立つとかいうメディアとしての特性があります、えー、もっと言うと模造紙だって黒板だって電気は使わないけどメディアですね相手に情報を伝えるものとして考えればですね、まあ、そういうよういよなものを使って えー、子どもたちがどういう情報の発信者になりどういう情報の受信者になりみたいなことが重要であると文部科学省はは情報教教育育といいいいうう用用語語を使使っっててまますコンピュータせんこのことから考えても分かるように本質的に重要なのはコンピューターを使うことではなくてコンピューターもちろん使いますけど、うん、そんなのは手段ですからあくまで情報をどうやって発信しどう情報をどうやって読み取る人になるか。 もちろんその途中では本人の思考がありますから思考や判断がありますからえ思考判断表現というのはよくできた言葉で情報においても非常に重要な用語ですえそういうような教育が情報教育でありそこで身につけるこの全ての能力を情報活用能力というというのが、まあ、一般的な解釈だというふうに思います、えー、とつまり情報の発信者でとしての能力 ですねまあ伝える能力って言ったらいいでしょうか一言で言うと受信者としての能力まあ集めたり読み取ったり場合によっては整理したりして発信するわけですからそういう能力ですねその時に必要に応じてメディアものを使うメディアものを使う使い分けるためにはそれぞれのメディアの特性が分かってないといけないというわけですねだから道具として使うための基礎的な操作技能とそしてそれの特性を理解した上でうまく使い分ける力 が必要で小学生でそれをどこまでやるのかっていうことは一つの、えーまあ、大きな課題でありまだ明らかになってない部分でもありますしえさらにはちょっと前までデジカメでやってたことが最近はタブレットとかが入ってきてそれでパシ,ャパシャッと写せるとかいう時代になってくるとデジカメなのかタブレットなのかみたいなことは実は大した問題ではなくて。 なん何の写真をどこまで撮ってそれは何のためにその人は撮ろうとしてそしてそれをどういうふうに自分は使おうとしてそ,それは何のためにやるのかという目的意識みたいなことですね本人の目的意識みたいなことが何より重要になるということになります。一般論でお話をしましたがそれが本日の授業のどこでどう具現化してたかという形でちょっと見ていきたいと思います。 えー、今日育成学級ではい,いつもこの2人は本当に仲良くですねまた小島先生が上手にうまくこう授業しているわけですけど今日もですね今日はちょっと1割増しぐらいで小島先生笑顔が多かったですけど、えー、とこの2人のお子さんたちもですねどっちかが発表するときに必ず相手がどうぞって言うんですそして相手の方を向くんです。えー、育成学級のお子さんんでですから完全に聞き取れるわけけはないんだけども 完全に上手に発信できるわけじゃないんだけどもだけどもちゃんとそもそもコミュニケーションの基本である相手の方を向いてお話を聞くみたいなことができてるこれ普通の学級でいうとこれは例えば学級経営ですね先ほどの加藤先生おっしゃった中でいうと学級経営の中での基本的な習慣というか学習習慣というかとしてこれは存在するわけですけどもそういうことが育成学級においてもしっかりとできてるっていうのは僕は素晴らしいと思います。 算数でいうと今日こういう授業やってましたけどこれは算数的に言うと棒グラフの読み取り読み方を学ぶになるわけですけど情報教育的的ににに言うううととこの2つのつ棒グラフをどうやって分析的に読解すするかという話になりますもちろん算数の時間を使ってやっているので算数としての授業として満足できてないといけないわけですけどもそういう形でやっています。 で子どもたちの多くは、えー、そのグラフに何らかの色付けをしたり書き込みをしたりしていましたこれはあのこの学級、えー、と木村先生の学年以外でも3年生以外でも同様のことをいいろろやってます6年生では三木先生のとこでは図を工夫して整理するようなもともとの題の情報があるんだけどもこれがまたちょっとややこしいわけですね子どもから見れば。 重なりがあるのでその重なりをどういうふうに表せばいいかっていうことの図式化を今まで体験したいろんな図を使ってつまり奇襲事項の習得したことを活用して考えるわけですけれどもそういうような形のことをやっていました。算数としても,もちろん非常に良いことをやってるわけですけれども情報教育の立場から見ればどの図が自分にとってですけど。 どの表現されたどの図が自分にとって理解しやすいかその情報を正確に読み取って整理できるかということになります <laughs>。僕はどちらかっていうとえ国語を中心に今日見ましたので国語の話をしますけど2年生は今日副教徒先生があの代打で授業をされていました。多分ですねちょっと前までえっと担任の先生が 用意していた授業を途中から受け継いで,ですよ急にやることになったわけで多分大変だったろうなと思いますがまあちいつもの持ち味でやられてました今日は子どもたちが書いた詩をお友達が書いた詩をお互いに読み合ってそこにまあ書き込んでましたね。お互いいののの詩ををを読んで気づきを書き込むこの気づづきを書ききき書書込込むむこみたいなのが 本校で共通している情報を読解すするるつの方法ととしてて学習されていると思いますそれは算数でもあるし国語でもありますけどそしてその気づいたことをお互い共有して見せ合ったり話し合ったりあるいは全体の場で拾ったりそしてそれを振り返っていくわけですけどそういうようなことが行われていました。4年生の小野先生のところでもグループで話し合うような時にですね えーまあ、メモとか写真を使ってやってましたけど、まあ、理由を今そ,その理由ってここ書いてあるんですけど理由をよく考えさせるようにしてましたつまり写真を選ぶっていうのは5枚あってどれか1枚選ぶっていうのはそれは誰でもできるわけですけどどうして君はそれを選ぶのかっていうところが本人にとっての文脈ですねあなたは何がしたいんですかっていうことを問うてるということになるわけですだから操作的にはそれは誰でもできる文章を書けてば書けるんだけどなんでそれを書くんですか なんでその写真とそれを対応させるんですかっていうところに情報発信者として相手にしっかり伝わるようにできてますかっていうことを問うてるということになりますだから国語なんだけども情報教育としてはそういう価値があるということになりますえそもそも、えー、と気づいたことあるいは調べたことなどなどをえたくさんの付箋紙にまあ書いてましてえ、まあ、本当にたくさん書いてる子をあんなに書いてるわけですねでこれは素晴らしいことですよ気づきをいっぱい書いてるわけですから。 えとさっき竹村先生のクラスはの実際のワークシートにそのまま書き込んでましたけども、まあ、この子たちは付箋紙に分けて書くということをやってましたこれは学年が違いますからねで付箋紙に書いたことをもとに整理をするわけですけどその時に例えば Y 字のところで3つに分けて Y チャートっていうんですけどねなんか3つの種類に分けたりそういうようないくつかの分け方をやらせていました。でさらにににそういうふういふ分けたものを元に 二つのワークシートに移動させています。え、その二つのワークシートっていうのは何かというと、ここに書いてあるように仕事全体のことのワークシートと部分にある部分に着目したことのワークシートになっています。えっ、ー、とお仕事のことを伝えるリーフレットを子どもたちは作るんですけど、その時に必ず仕事全体のことを 伝えそしてその中のある部分に特にここの部分に注目して、えー、そのことを伝えるという書き方を、まあ、国語家とししてて指導しています教科書はこのことを写真としてですね「アップ」と「ルーズ」今これ順番に言うと「ルーズ」と「アップ」にしてますけどルーズっていうのは全体が映りますよ「アップ」っていうのはある部分が映りますよとルーズの良さは全体像が見えることだけど細かいことは分かりません。 アップの良さはある部分がクローズアップされてよくわかることだけどその外側に何があるかはわかりません。という写真の特性が載っている題材文題材文説明的な文章を使ってある仕事全体のことをどう思っているかそしてそれに対して特にこのことについて私はどう考えているかみたいなことを作り分けさせているということになります。だだから教科書の学んだことを 習得したことを活用したたここととと活用取りり組みということになりますで例えば今のは文章,を、えー、とかか文章を書かせるために下に、えー、ごめんなさい、えー、下に、えー、と付箋紙を今置かせてたわけですけど写真もまあ選ばせるわけですねメモをあの下に置かせた上で今度は写真をどうするかを選ばせてます例えばある子は何かの一つの写真を選んだその時に先生は理由を聞いてますなんでそれを選んでるの どういう気持ちでそれにしたのと。で、より良いま選択みたいなことを、えー、彼らに促すわけです。ちなみにちょっと脱線しますけど、あの子供が写真をどけるとこうなってます。これは何かっていうと実物時の下に貼ってあるあのマークで、ここに置けばちゃんと映るっていうことが子供たちは知ってるわけですね。つまりこれ日常化してるってことです。 みんなの前でそこに置いてしゃべるみたいなことが日頃から行われているということでこれはメディアをを使ってて情報を伝えるる活動が日常化しいそしてそれは誰でも置いてしゃべることはできるんだけどなんでそれを置くのなそれで,何,で何をしゃべるのということを日々問われるわけでそうすると意味のある活動をしなければならないようになっていくということになります。 どの写真が適切かは自分で考えるんだけどもまあお友達も協力していろいろ選んでますしそして実際に悩みますね結構これかなこっちかなみたいなこれ非常に意味があるこことですねこれは情報教育的に言うと一つ一つの写真が表している情報を比べてどれが自分の言いたいことあるいは下に書いた文章と対応させるのにふさわしいか。 を検討してるわけですすねというまあ活動になりますでお友達が「いやそれこっちじゃないの?」とか「これだったらこうじゃないの?」とかいうことをまあ言ってくれてこの第三者の意見がまたつまりこれ交流ですけど非常に役に立つわけだあそうかそう言われてみればそうだみたいな本人はもう思い入れが強すぎて、えー、木を見て森を見ずみたいになるので。 それを交流によってちょっとと冷静さを保つというようよなこことととをやっているということにななりますでちなみにこれで結局文章をどう書くかっていうのはよく国語科で議論するし国語科の評価でになりますけど写真をどうやって選んだかっていうのは国語科なんでしょうか国語科で評価するんでしょうかで写真はどれでもいいんですかいやそうではないですよねと写真を意図的に選ぶ能力っていうのはそれはそれで 結構大事な気がする情報の発信者として大事な気がするだけどそれは国語の現,状現在の国語化の枠で評価できるかっていうと現在の国語化の守備範囲のちょっと外のような気がするある写真が決まればそれに対応した文章っていうのは国語化で考えることになるけどもある文章が決まってそれに合った写真ってなるとちょっと話が違う気がするとでつまりこの教科の中で情報教育をやろうとしている時の 一つのまあ難しさというかはみ出しっていうかが今のこの辺りにあるわけですでこのことはよく瀬川先生が見えてご指導されよく議論になってきました今までも何度も議論したことですこの、えー、授業は八時間単元でまあかなり大掛かりにやっていてこれは仕事リーフレットを作ろうで初めてやったことではありません以前に別の 単元でも同様のことをやっていていつまり繰り返し子どもたちは同じような活動題材もちろん違いますよ文脈も違いますけどだけども何か付箋に書いてそれを整理しそしてその後文章や写真と適用させていくっていうようなことをやっているので1回ではなかなか身につかなかったことが2回目3回目でしっかりと定着していきそしてその力がついて上の学年に上がっていくというふうになっていきます。 5年生の中島先生は、えっとまあ、123の順番でやっていくわけですけどグラフとか表とかそういうものに書かれている情報をしっかりと読み取ってそれを意図的に引用する、まあ、引用するっていうのは意図的にしかありえないんだけども意図的にですここの表にこう書いてあるからそのことを引用して文章を書くというようなことを、まあえー、授業していました。でこれも先回りしててちょっっとと言っておくと ある表やあるグラフをが決まっていてそれに合わせて文章を引用して文章を書くというのは文章を書くことだから国語化で評価でできますでも自分の言いたいことがあってそれに合わせて今度は表を選んでくるとかグラフを選んでくるっていうのは国語家としてやる大事な力のようなだけどちょっとはみ出してるようなそんな感じがあるところになります。 実際に子どもたちはみんなそれぞれが違ったデータですね今データと言いますけどを使っていてそしてまあ皆さんお気づきの通り書き込んでますねこれはこの学校ではみんなやらせてることですネットで検索して何か持ってきたとかどっかから情報を取ってきたというそういうの情報を集めるってよく言いますけど集めてそのまますぐ使わせようするんですね吟味させる 段階があまりないということの方が問題そうじゃないと左のものをまた右に流すような形になりますその人にとって必然性があまりないことになりますこの学校ではそこに読み取らせてそして必要なところだけ切り取らせて吟味させるような時間を、えー、取り立てて、えー、設けていてその時に子どもに書き込ませるということをやっていますこ,これもそうですね。これ別のグラフですけど気づいていることを書き込むとか これもそうですね。ここがこうなってるとかこうるもうお小遣いが入学祝いで増えてんじゃねえかとか、えー、入学終わったら減ってるぞとかまた次入学したら増えるからいいんじゃないかとか何かいろんなことをその子なりに考えています。国語の教科書がまあ0字になって、えー、グラフ等を引用して文章を書くという学習で国語科の学習としてはそこに収まってるわけですけども。 逆を考えればつまり文章で言いたいことがあってその文章とどのグラフを使うかっていうことあるいはそのどのグラフをどのぐらい切り取って使うかっていうことを考えていくってなると情報局って当然意味があるけど時間もかかるしそれを本当に国語化の中でやろうとすると国語としての目標が十分に達成できない可能性があるしだけどそれは大事な力だしという。 まあ今までの既存教科の中でやっていくにはちょっと難しさを感じながらだけど大事な力なのでやっていこうと本校ではやってきたということになります。えー、教科書でやれることは引用した文章の例示ですけどじゃあ写真をあるいはグラフをどういうふうに読解するかどういうものを選べば何が伝わるのかという情報としての観点は国語の教科書には載っていないので。 情報テキストと言われる今右側にありますけど「私たちと情報」というやつを使っていますこの「私たちと情報」というのは34年生用と56年用の2冊構成で作られていて1冊が530円ぐらいで売ってますけど学研から出ています僕が編集代表者でずっとやってきましたけど今だいたい8万部ぐらい全国で使ってもらっています残念ながら今のところこれしか小学生にとって情報の 教科書代わりになるようなものがないので、えー、今はこれがよく使われてますけど本来はこういうものがですよ例えば英語ノートのように国からある程度の標準が出てきてもいいのかもしれません。こ、まあ、このことは後で話しますさて本日の授業のことをずっと振り返ってきましたが本日の授業公開公開授業って言ったらいいでしょうかについてはえー、と ホーームページにはこう書いてあります実際は2年生のところ吉岡先生がちょっとお休みになって、えー、竹村先生が代打になって書、えー、きぶりがちょっと実際は少し変わっています、えー、皆さんの手元にあるやつはえ少し変わってますバージョンアップもしてるかもしれません、えー、ですがちょっとあの今はえっと情報公開されてるものでちょっと用意してきましたがさくら学級ですね育成学級から1年生6年生まで全部で七全部で7つの授業が 文末見ていただくと分かると思うんですけど集める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 となんか集めるばっかりじゃないかと思うかもしれませんけど先ほど木村研究主任がおっしゃったように本校は特に集めるのところに注力して本校は研究してきたとこの学校が大きい学校だったら役割分担して集めるとか伝えるとか整理するとかきっといろいろやったと思うんですけどなんせあの担任は7人しか,いないんですしかも今年あの並行式典とか いいろややり新しい学校に向けけててんなことやってるわけですもう何とも大変な中で、えー、よくこの時期に研究をですね特別研究してこう引き受けたなと思いますけども既得な人たちなのでそれを頑張ってやってたわけです。で僕はそこに、まあ、応援に来てですねいつもいつも感じてたのはできるだけ教科の数を減らして例えば集めるなんて社会科いっぱいやることあるんですよ。 伝えるだともう総合ででもいいっぱいやることあるこあんですよだけどもうそれは全教科全領域竜まあ無理だからどこかの教科に絞った方が話が議論がしやすいしです、ねえー、そしてあのプロセスもプロセスそのものが目標ではないのでもう集める力とかそれが身についてるかどうかとかそういうふうに限定してやらないとこの人数で残り時間では難しいですよというふうふに言ってきた。 ま伝えるを頑張ってた時期もあるんですけどま伝えるは他の学校でも伝え合う力とかそういうのは今流行りなのでいろいろやってるのでむしろ情報を持ってはくるんだけどあるいは乗ってはいるんだけどそれをちゃんと読み取れるかっていう意味で情報をま集めて吟味して整理して再構成してそれから今集める整理する再構成するになってますけどこの辺り 情報の入力ですね受信者としての能力のところを中心にやってきましたこのことは入力して終わりっていう話ではありません。子どもたちの学習活動は当然そしててて伝えいいくっていうところにありますありますが研究の主眼を特にここに置いてきた情報教育としての研究の主眼を特に受信者としての教育のところに置いてきたということになります。で じゃあ例えば桜学級から年生まではああ3年生まで集めるっていうけど何から集めるかっていうのが実は少しずつ違うんですよとかですねえと4年生5年生では「整理する」になってるけどどういうふうに整理するかが例えば4年では「区別して分類」って書いてあるんだけどえ5年になると「比較して分類して配列すると書いてあるんですよ」とかこういう文章にこの高まりがだんだん見られ これを発達段階としての期待値だというふうに本校では見ているということです。で、これが一教所の期待値ですけれども、他の学校でもこれでだいたい五年生はこれでいいかどうかは分かりません。この学校は探究でですよ。ずっとあのまあに人ぐらいのお子さんを相手に、えー、どちらかというとあの間もなくこの学校は終わっていくっていう中でテンション上げて先生たちが薪を入れてゴンゴンあの 指導している学校だからこのくらいまで行ってるのかもしれない。で、えー、これを普通の学校で、まあ、いろんなお子さんがいる状況の中でま、ね、もなく終わっちゃうぞみたいなしんみり感もなく、ね、あの毎日あの,のんびりとこう暮らしている中で,ですよ情報教育の研究指定でお金が来てるわけでもないそういうような学校で本当に同じ期待値でできるかまだ分かりません。ままだ分かりませんが、えー、本校ととしてはここうういうことを 本校の期待値として、今定め、そして授業実践をしてきたということになります。で、今日の実践は今お見せしましたけど、これまでも似たようなことをいっぱいやってきてるんですね。例えば。算数で言うと、少しややこしい複雑な問題の中で、どの情報が自分にとって必要な情報なのか。まあ、加藤先生流に言うと、わかりきっていることで、ね、そこからわかることは何。で。 は求めなければならないことは何なのかみたいなことを考える。そしてそれをじゃあ関係図で書いてくださいって言ったら関係図という図に書けるようなスキルですね。そういうまあこれはある意味訓練の部分もありますけれども、そういうことを頻繁にやって情報の形を変えさせるようなことをえやってきています。それによってしっかりと読み解くっていうことですね。三、え、木、ー、先生が五年生を担任しているときやってたような授業で言うと求め方 がいろいろな子がひらめくわけですけど、その求め方はどういう手順で求めるかっていうことを書かせる、段取りを書かせるみたいなことですね。これはまあ論理的にステップで考えていくっていう非常に重要な思考になりますけど、そういうようなことを算数科のこの求積問題においてやってるとか、まあ例えば国語ではこういう和形みたいなことを意識させて使わせて。 それによって論理を保とうとするとかいろんな形でいろんなことをやってきました子どもたちがメモを取る時にはどういうふうにメモを取るのがいいメモなのかみたいなことを取らせてみて比べてみて先生が取り立ててみせてそしてその次にまたメモを取る機会を用意してだん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 上手になるように用意していったということですねこれなかなか上手ですよねメモね。<laughs> そして えー、自分たちの気づき友達の気づきを合わせていくためにつまり一人で得られる情報は限界があるのでいろんな人の情報と混ぜ合わせていくためにある,いあるいは重なりとかもあるわけですけどそういう整理のために付箋紙を使って、えーまあ、いわゆる経済法的なことをやるわけですけどこれを国語科の、えー、これ戦争に関する文章の時にやったんですけど、まあ、そういうような学習をやる。そののために、えー、のは別の社会科で 野菜の産地調べを同じようなスタイルでやって社会科と国語科なんだけどやり方が転移するようにですね学び方が転移するように意識したりしていました。問題は社会科で産地調べをし国語科で戦争のことが分かって文章を読み取ったり書いたりするんだけど。 じゃあこの不戦士でまとめるという能力は社会科の能力なのか国語科の能力なのかというと不戦士でまとめるという能力は大事だよねと情報の整理の仕方として大事だよねって話になるんだけど大人になっても使うしとなるんだけど国語って言われるともう国語じゃないですねと社会って言われるとう社会でもないですねってなってつまりチューブラリンになるわけですね。ここれノートの取り方みたいなことと同じで みんなそれは大事だって言うんだけどそれはどの教科ですかって言われるとどの教科にも微妙に入らないどの教科でもやってるといえばどの教科でもやってるけど系統的にやってるか段階的にやってるかっていうとそうでもないっていうような部分が出てきているこのはみ出しっていうのが一つのキーワードですけどそれが情報を整理するとか情報を活用する上で非常に重要な能力だとすればどこかで覚悟を決めてしっかりとやった方がいいんじゃないのそういうようなことがまあ 本校のいろんなな取り組みかからら明らかになったことでもあります、えー、これは今風に言うと共同で新聞を作ってる様子ですけど、まあ、記事とか見出しとかですねあの写真とかがある程度決まっていて、まあ、4年生だったかなで決まっていてみんなでここが記事とかこういろいろ書くんですけど、まあ、そうするとまあなん,かなんかこうきれいになったようなややこしすぎるようなそういうものがまあ出来上がるわけですけど、まあ、これは一応その子たちなりの共同の作品になるわけです。でその時の時見出しなんかは 見出しは見出しで、えー、ちゃんと勉強している,いるんですね例えばこういう文章があったときにどういうふうに見出しをつけるかっていう練習をしてるわけです例えば「マユイオ惜しくも2」なのか「大島優子」やっぱり1位なのかこれはあの僕は大島優子派だからこれ大島優子やっぱり1位を取るなと思うけども人によってはですね違うわけでそういうなんか立場とか、えー、なんかそういうものによって 例えばキャッチコピーみたいなこととは変わってくるとかですねなんか例えばそういうようなことを学んでこれは国語でしょうかね、うん、国語のようでちょっと、えー、もうちょっとはみ出てるんですよねそういうなんていうかすれすれのちょっと外に出てアウトみたいなところをいっぱいやってきてるんですねの忙しいのにこれが素晴らしい僕はの取り組みだと思います。<laughs> でそういうことを意識させるために、えー、パワーチェックカードとまあ呼んでましたけどこれはあのどんどんあの更新されてるんですけど、まあ、下敷きのようなこういうカードを子どもたちは持っていてそのカードの中に例えば新聞のまとめ方というところには新聞の目的とか特徴を理解これ理解項目ですねそしてこれをまとめるっていうこれ技能項目ですねそういうようなことが、えーまあ、書かれていて今僕はここをやってるんだとかさっきここをやってたんだとかいうことを子どもが意識的に 情報を今集めてるんだとか今情報の整理をしてるんだとか今これ伝えるためにこれをまとめ直してるんだとかいうようなことをえ子どもたちが理解しやすいように下敷き化してるし先生としては職員室にこういう実践記録のカードを貼って今3年生こうやってやりましたよとか4年生こういうふうにやりましたよとかいうことを蓄積しお互いが共有してなんせあの1学年1人ですからで職員室でこれを共有するしかなくてそして職員室に えまあ当時のですけどこ,のこういうことがえ何年生で必要みたいなことが貼ってあってこれはやったとかこれはまだやってないとかいうことをチェックしていくようなそういう欄を作りそれによってこれはちょっとやっぱ3年ではできないよとかこれは4年生の方がいいんじゃないのとかいうようなことを整理してようやくできたのが皆さんの今日お手元にあるあの Z 通りになっているあの表です。 えー、そういうようなことをまあ本校はずっとやってきましたそしてこれは一教章に限らず情報教育の学習指導を行おうと思ったときによく起こる問題でありますそれはどういうことかというとまず本校がターゲットにした情報活用の実践力という言葉は文部科学省的にはこういうふうに定義されています課題や目的がまああるでしょうとそれに応じて情報手段を適切に活用する ここでいう情報集団っていうのは、まあまあ、メディアと、さっきで言ったらメディアだと思ってくださいえそういう、まあ、例えばデジカメを使うとかインターネットを使うとか場合によっては新聞を使うとかそういうようなことは課題とか目的に応じて違うでしょうとでそういうふうにメディアをうまく活用することを含めて含めてで1個終わってますねそう必要な情報を主体的に、 収集する判断する表現する処理する想像する受け手の状況などを踏まえて発信する伝達するそういう能力ですねどんなメディアから来たかどうかともかく今持っている情報をどうやって主体的にこう集め判断しそして表して、まあ、あるいは作り出して。 あるいは整理して片付けて処理してですねそして受け手の状況など相手相手次第で、ね、1年生に話す時と専門家に話すときは違いますから相手に合わせて発信したり伝達伝えられるかですねそういうような能力となっていてここから下は情報を扱う力でそこより上は情報手段を扱う力ということになります。そしててこれれは分けては教えられないので えー、あのうまく情報手段を使わせながら情報を整理するということがまあ必然的になってくるわけです。これは非常に難しいんだけどそしてダイナミックなんだけどこれを各教科の中でやることになってるわけです。なぜならばこれを目標にした教科があるわけではないから小学校に情報という教科があればねこれを目標にこれ専用の時間でやっていけばいいんだけど、まあ、例えば韓国にはありますそういう教科が。イギリスにもあります。もう日本にはありません。 シンガポールにありますだからこの日本ではこれを各教科横断的ににやるるとこなってるわけですだから国語に似たような活動が入り社会科に似たような活動が入りいろいろあってそれは社会科としても国語としても読めるんだけど微妙なラインのはみ出しっていうのがどこにもあってそはみ出してるところはみんな大事だって言うんだけどうちの教科じゃないよっていうっていうことが起こっているということが我が国の特徴であり課題であるということになります。 つまり教科には教科の目標があってその目標が達成されるべきなんですよね。でそれは評価するということになって、まあ、こういう関係があるとすると、えー、教科にはいろんな目標がありますからでいろんな教科がありますからこういうふうになっていて情報活用の実践力につながる学習活動は各教科の上にいろいろあるんだけどこれを系統的にやるような教科は我が国にはない。 だから各教科に分散しているのでその分散しているものを誰かが系統的に見ればできるんだけど大体みんなもう教科のことで精一杯ですからねしかも教科の評価もまだ十分にできてませんよって加藤先生ご指摘されたようにそういう状況の中で行ってますからこのことを系統的に見るのは非常に難しくて本校が挑戦したのは国語や算数でだいぶ窓口を絞り主として集めるの部分に絞ったけども一応 すべての情報活用の実践力と言われるものが1年から中3までどういう活動で構成されそれがどういう順番に並んでいるかという案を作ったことにあります少し前まではこういうような形で整理されてたんだけどなんかややこしくこういう表はいろんな学校の教育課程に挟まってるんだけど「で情報教育ありますか?」って言ったら「あります」ってああります」 表がありますって言うんだけど、その表はあの教育課程の届出の時しか見ないっていうのはよくありますよね。で、それ、はあんまり役に立たないと。算数だったら、こういうのがあるよねと。だから、せっかくだから、こういうふうに作ろうと、僕は無理なんだよ言って。先生方取り組んでいただいて、作ったのがこういうやつです。皆さんのあの挟、ま、はさまたの冊子に挟まっています。これはまだ、えー、検証するには九年かかるので、えっ、ー、と。 まだあの分かりまけど本校が取り組んで各学年で取り組んだ感じでは大体こういうことじゃないかな。で例えば情報を集めるっていってもいろんなものがあっていろんなものがあってだからえ授業もいろんな情報の集め方がいろんな授業で構成されそして操作して情報を集めるというやり方と人に質問して情報を集めるというやり方は算数の方がやりや,や,りやすかったり国語の方がやりやすかったりこの単元ならやりやすいけどこの単元ならやりにくいみたいなのがあるので。 そのの単元に位置づけててやっているっていうのが現状だとということになりますだけどその単元の教科の文脈を抜いてみるとこういうふうになりますよというのが本校の研究成果だということになります。そして本校は間もなく東山泉という小中一貫教育の学校になっていくので9年間を見越した形でこのことをやってきたということになります。情報活用能力 ですねまあ、その中のとりわけ情報活用の実践力の育成っていうのは日本では、えー、2000年頃からいくつかの研究開発学校や研究指定校でいくつも取り組みがされてきました今日はここでは一つ一つをご紹介することはしませんけど大体いい難しいことあるいは気をつけなきゃいけないことは3つぐらいあります一つは、えー、情報活用の実践力を身につけさせやすい学習活動 そそういうういいもののを持った教科や単元があるということここですね。だからそれはどこなのかと。国語で言うとこの単元はやりやすいとかこの単元ではやりにくいとか言ぎつねではちょっとやりにくいけど何とか文を書こうだったらやりやすいとかいうのがありますよということですね。そしてそこで何を抑えるか何抑えっていうのはつまり目標は何で評価は何かっていうことですけど情報教育としてのですよ。 情報活用ののの実践力としし、ての抑えみたいなのがあるしでそれは1回で身につくことではないので何かやらせたらそれが次に発揮される場を用意しないといけない教科でいうと教科書は何かを習得したらそれを活用する場が教科書にしっかり用意されてますけど教科じゃないので教科書もないしあるところで不戦士の整理の仕方はを身につけたらそれを使う場を教師が次に用意しとかないとそれは何て言うか身につけそうで 消えていくわけですだから学習体験の連続性というか継続性性とといいううかか継そこが重要になるとでそのために、えー、と各教科のどこに身につけさせやすいところがあるかということを教科書も一生懸命見て先生方は教材研究をしたし、えー、実践力の抑えをやるために教師もあるいは子どもも意識するチェックリストを作ったしそして、えー、繰り返して起こるように さっきの小野先生の例もそうですけど、えー、リフレットを作るみたいなことを似たような、えー、単元構造の時にまたやるような形で何度も準備してきたということにあります。で本校の研究は、まあ、特にここが特徴的だと思いますね。他の学校でも一番をやってるところはいろいろありますけど、えーこ、これが一番特徴的じゃないでしょうかね。で、我が国はあの教育の情報化ビジョンという。 まあこれがあの2020年頃までの教育の情報化を少し対極的に見た文書なんですねビジョンですからここには具体的に細かいことが書いてあるわけじゃないんだけど今後こういうことをやるべきだっていうことが書いてあります。ですすね今今はその今後にあたりますでどういうことが書いてあるかっていうとこう情報活用能力っていうのは大事ですよっていうのが 1章はそもそも論が書いてあるので結構前の方これから知識基盤社会で情報があふれるので情報、えー、活用能力の育成は重要ですよとその中に情報活用の実践力っていうのが一番にありますよと書いてある本校はそこに、まあ、ダイレクトに取り組んだということになりますそしててここういういいとが書いてあります。 教科等における指導内容のうちどの内容をどのように扱うことが意図的効果的な情報活用能力の育成につながるのかについて一層個別具体的に示しつつ周知徹底を図っていくこれは文部科学省が今後やっていくこととして書いてありますけど本校がやったことでもありますどの教科のどの単元では情報活用の実践力が身につけさせやすいかというのを考えて単元を組み授業研究をし 授業公開をしてきたとということになります例えば各教科等の数単元を抽出していろいろと書いてありますけどそういうのものを教員向けの指導資料とすると書いてありますけど、まあ、ここまではいきませんでしたけど実践ととしして公開するところままではいきましたで最後に情報活用に関する基礎的基本的な知識技能等を分かりやすくまとめた子どもたち向けの教材をいずれ作ると文部科学省の文書には書いてあります。 で本校はまだこれを作れたわけではありませんえが、まあ、今回さっき見せた情報テキストみたいなのがこれの代わりをしたということになります。で加藤先生風に言うと情報活用の実践力はついたんですかとえつまり評価が大事だということですけど下の方にぼそぼそって書いてありますけども、まあ、なかなかそこまでいかないのが、まあ、実情でしょうと。本校もまあ時間切れで 今のところ明確にこれがついたとかあれがついたとかあれはつき損なったとかいうことは言えてないと思いますななぜならばほとんどが教師の見取りに過ぎないからですでついたと思うから次をやるわけで,で次をやったらうまくいくってことは大体ついてたんだと思うんだけど例えばテストで測れるかっていったらまだそういうことはできるわけではないし多くの場合子どもたちを教師がどう見とるかということに、えー、帰着してますし探究ですから。 見取ったのは全部先生があまり話す相手もいないまま。次の単元に使って消えていくので。明確にそれが残ったわけではありません。まあ、残そうと思えば残せたかもしれないけれども。この忙しさの中で、この人数でこの研究をやるのに。そこまで僕は要求できなかったということになります。え、だから、他のところで、次は。どのように見取っていくかっていう研究は。非常に重要な研究として、存在するということは、まあ、本校の課題としても。そうですけど。え、あの、この。 日本のの情報教育の課題ととししてて指摘しておきたいと思いえすだけど先生方は一生懸命見とってこの子にはここまで行ってるこの子にはここまで行ってると見とって次の単元を用意し場合によっては、えー、できてない子には、まあ、補習とまでいかないけど、えー、繰り返し場面提供して、えー、やらせるということはやってたので、まあ、評価してそれを指導に還元するというサイクルはできてたと思います。評定できるような、えー、枠組みの、えー、テストや そういうものができてたわけではありません。で、我が国としてはですね、あの、そのことは非常に重要な。課題になります。本校では、えっ、ー、と、評価するために目標が。もう一回意識されることが重要なので、結局この表に戻るわけですね。この図に戻るって言ったでしょう。本当にこういう整理をさせられたのか。そして、整理満足するところまで、この子とこの子は言ってるけど、この子はまだ言ってない。みたいなことをどうやって、見取っていくのか。 ですね。そしてそれを蓄積していくのか、そして次の指導にどう返していくのかっていう緻密な部分は、えー、まだ十分に行われているわけではないということになりますえ。そもそもこういうことについての蓄積が日本中でまだ足りないんですね。教科としてはこういう評価活動っていうのはいろいろやられてきたにもかかわらず、加藤先生のご指摘もあったようにまだ目標ばっかり言ってて、で本活動ばっかりやってプロセスばっかり重視してで力ついたのっていうと明確に。 ならない、強化でさえそうですよね。で、新しく、これから、やっていこうという、こういう情報活用能力のような。しかも、やや漠然とした、し,しかも壮大な、能力は、強化のように、明確に体系だっているわけでもない。そういう状況の中で、これを見取るというのは、非常に困難な、課題になります。なりますが、この教育の情報化ビジョンには、こう書いてあります。えー、っと。今後、いろいろ、まあ、先進国を調べるとともに。 情報活用能力に関する実態調査のあり方について検討し我が国における子どもたちの情報活用能力の育成に向けた具体的政策に生かすことが求められると書いてあって中教師の教育課程に関する検討に生かしていくと書いてあるとつまり情報活用能力について調査すると書いてあるんですねでこれ書いてあるとねやらなきゃいけないんですよそれで今それがやられています文部科学省はえ今年度 小学校5年生と中学校2年生抽出ですけど3,300人ずつぐらい選んで10月から1月までだから今その最中ですコンピューターを活用した学力調査として情報活用能力を測る課題を出しそれに子どもたちがどのぐらい適応できるかですね回答できるかできないか全然ダメか。 手も足も出ないか、ここまではいけるかみたいなことを調査しています。えー、まだ調査の途中ですし、えー、分析もまだですから、公表されるものはまだありません。実施されているということしか言えません。調査問題はもう作られてますし、えー、もちろん課題もいろいろあるとは思いますけど、えー、日本で初めて情報活用能力を図るためのさまざまな問題が作られ、それによって3,300人ずつの五年生と中二が えやってる同じ問題ではありませんけどやっていてその結果例えばですよ情報の読解のとこは弱いんじゃないかとか整理ができないんじゃないかとか発信のとこにこけてんじゃないかとかいやそもそもコンピューターとかを使う技能のところに問題があるんじゃないかとかそういうことが今後何か明らかになれば今のまま我が国の教育課程は各教科の中に分散してやってていいのかあるいは何かの取り立てた時間が教育課程的に必要なのかみたいなことを今後 文部科学省としては明らかにしていくというまことになっていてそういう、えー、国としての動きのためにも本校のように情報教育に正面から取り組んだ研究っていうのは非常に価値あるものだというふうに思います約束のお時間きましたのでこれで私のお話を終わりますどうもご清聴ありがとうございました